これは JA 西三河と西尾警察署が交通事故がなしになるようにという願いを込め、西尾特産の梨を配って交通事故防止を呼びかけるもので、今年で2回目です。会場の憩いの農園では朝から JA の職員や警察署員らが訪れた人に今が旬の豊水150個を配りました。西三河地方では今年に入ってから7月末までに20人が交通事故で亡くなっていて、中でも市内で多発している高齢者の死亡事故に対して注意を呼びかけています。 JA 西三河ではこうした啓発活動をこれからも続け、交通事故を少しでも減らしたいとしています。